どうもどうも、まさとです。はい、今回はこの新たに届いた商品ご紹介していきたいと思います。書いてあるからわかりますよね。日清のオンラインストアで購入した、ラーメン、インスタントラーメン類です。今日はこちらの方をね、ご紹介していきたいと思います。ってことで早速開けてまいりましょう。何を注文したのか。オンラインストアね、よく注文するんですよ。お店でね、売ってない商品があったり、買えなかったり、もう品切れで買えなかったりした商品があるんで、ね、欲しい場合はオンラインで購入しております。じゃじゃーんですね。はい、中身こういう感じになっております。で、一番欲しかったのがこれ。今テレビで CM してますよね。ゼル秒チキンラーメン、そのままかじるよということで、これが欲しかったので、で、そのついでにね、まだ食べたことない、ラーメン類をね、購入してみました。まずこれですね、ネギ塩カルビということで、コク甘ネギ塩スープというふうになっております。多分これお店でも、もう今売ってるとは思うんですけども、ちょっと近くの店でちょっともう手に入らなかったので、注文しました。で、こちらですね。スモークベーコンカリーかですよね。スモークベーコンカリー味ということで、こちらもね、もう、先月ぐらいから売ってるんかな。でも手に入らなかったので、オンラインで注文しました。で、見たことないやつ。アフリ、どっちなんだ？イントネーションね。ということで、ちょっと興味あったんで、ゆず塩ラーメンということで、これ、注文してみました。ラーメンはね、ちょっと一気に食べることできないんで、また日を置いてね、食べる動画撮りたいと思いますので、その時にご紹介させていただきたいなと思います。これもね、お店でも売ってるかもしれないんですけれども、ちょっとまだ見に行ってなかったんですね。で、もし、品切れで手に入らなかった家だったので、もうオンラインで注文したというのがあるんですよね。では早速ね、こっちはね食べられるんで、食べてみたいと思います。はい、ということで、まず最初にですね、こちらちょっと気になってたな、これね、チキンラーメン、そのままかじるよう、あっさり薄味、こちらの方ね、ちょっと食べてみたいと思います。中身どんな感じでしょうね。ベビースターラーメン思い浮かべるんですけれども、それとちょっと違うんかな。味付けが違うだろうと思うんですけれども、一応ね、チキンラーメンということで、お湯をかけずにもうそのまま食べるというやつですね。で、ちょっと食べてみたいと思います。まあ、ちゃんとこう真ん中ね、チキンラーメン真ん中に卵を落とすように穴開いてますよね。そのまま再現されております。で、ちょっと食べてみます。うん、この音わかります？そうだね、まんまそのまんま、あのチキンラーメン、よく子供の頃もうそのまま丸かじりしてたことありますよね。それのちゃんと食べやすい版になってます。あれね、塩分結構多くてしょっぱいんですよね、チキンラーメンそのまま食べちゃうとね。それを軽減させた感じのやつですね。あっさり薄味と書かれてる通り、これ美味しい、いいよね、これもね。美味しいです。ということで、またちょっと後でね、いただきたいと思います。まだお昼食べてなかったんで、まず最初に今回食べるのはね、こちらスモークベーコンカリー味、カレーですね、カレーヌードルですね、際立つスパイスの香りということでね、まず今回これを最初に食べたいと思います。で、中どうなっているのかと言いますと、スパイスの匂いがすごいですよね。これちょっと食べるの楽しみです。で、ちょっとお湯入れてきます。はい、ということでお湯入れてきました。もうそろそろ3分になるんですけれども、香りがねすごいの。これスモーク、燻製の匂いといえばいいかな、スモークの匂いなんですかね、あとスパイスの匂いもあるんだろうと思うんですけど、香りがすごいです。では見ていただきましょう。はい、こういう感じでございます。いいですね。ではかき混ぜます。味がどうなのかちょっと気になりますよね。私ね、これカップヌードルで一番好きなのがカレーなんですよね。うん。で、今までいろんなカレー出てきましたけども、ある程度は食べております。で、今回のこの
スモークベーコンカリー味、どんなお味なんでしょうか。では早速食べていきたいと思いますよ。うん、どうなんだろう、ちょっとこれ、人によるかもしれないけど、香りがね、ちょっと癖があるんで、苦手な人もいるかもしれませんね。味の方はね、正直言うと、カレーの味があまり今しないんですよね。スモークさが勝っていると言えばいいんでしょうか。ベーコンもあんまり感じられないかな。で、あと、なんか、塩味があるんかな。しょっぱさがあるような感じですよね。全体的にしょっぱいね。味が、ちょっときついかな。どうなんだろうね。これ人によって意見分かれるかもね。カレーの味があんまりしないんだよね。まあしてるんだろうけども、しょっぱさが勝っちゃってるかな。癖がある味と言えばいいんでしょうか。はい、ということでまず最初に食べたのはこのカップヌードルスモークベーコンカリー味でした。続きましてですね、ネギ塩カルビコク甘ネギ塩スープ、こちらの方いただきたいと思います。でこちら別でね、このように特製黄金オイルというのがついております。蓋の上で温めて直前にかけるということですね。では開けてみましょう。デレン、こういう感じですね。さあどういう味なんでしょうか。じゃあ実際お湯入れていきたいと思います。はい、ということでお湯を入れて3分経過いたしましたので取りますね。ではご覧いただきましょう。デレン、おお、ネギですね。すごいネギです。ネギ塩カルビということで、これはひょっとしたら美味しいんじゃないかな。じゃあこの特製オイル、特製黄金オイル入れていきたいと思います。黄金なのかな。あ、黄金ですね。いい感じじゃないでしょうか。では混ぜ混ぜしましょうかね。あ、これスープがそんな言うほど濃くないんですね。塩ラーメンが近いのかな、どちらかというとね。あ、油がいい感じですね。じゃあ実際どうなのか味見してみましょう。あ、香りがいいですね。あ、オイルが効いてますね。どんなの、味そんなに濃い味付けじゃないんですよね。ネギ塩スープということもありまして、食べやすいですね。オイルの味がちょっときつめって、きつめじゃないんだけども、オイルの味がちょっとアクセントになっているというふうな感じがします。若干食べてて思うのは、もうちょっとなんか濃いめがいいんかな。もうちょっと塩味が欲しいというかね。物足りなさがちょっと感じますよね、食べてるとね。あともう一工夫すればより美味しくなるような気がします。これにスパイスかけてもちょっと味変して美味しくなるような気もするよね。美味しいですね。はい、これは当たりだと思います。ということでネギ塩カルビコク甘ネギ塩スープ食べてみました。はい、続きましてこちらいただきたいと思います。アフリのラーメンになります。ゆず塩ラーメンということで、これ塩ラーメン私好きなんですよね。なのでちょっとね食べてみたいと思います。ゆずが入ってるということで、ちょっと変わった味わいになるんじゃないかなと思います。そしてこれなんかついてます。油かな、黄金の香り油、香りかな。これを後から入れると、お召し上がりの直前に入れてくださいということで、で中見ましょうか。デレン、なんかコラボカップ麺ということでキャンペーンが開催されておりますね。でなんかこういう風な具材はこういう風な感じですね。で早速お湯入れていきたいと思います。はい、時間になったのでいただきましょうか。これだけね4分なんですよね。もうそろそろいいと思うんで、ではご覧いただきましょう。こういう感じですね。あ、チャーシューが美味しそうですね。ではね早速これ黄金の香り油入れたいと思います。変わるかな、香りがね。あ、匂い、香りが結構してきましたね。これ美味しいかもしれないですね。実際の店舗でも
あるんですかね、伊豆塩ラーメンって。あるからこれカップ麺になってるんですよね。お店ね、ここら辺うちとこの近くはないですからね。関東が多いんですかね。関東には東京周辺かな、あと海外か。ちょっと一回これ食べてみますね。どんなお味でしょうか。柚子がすごいですね、これね。柚子の香りと味がですね、塩ラーメンなんでね、あっさりしてるということで。うん、美味しいですね。まあ塩だから濃いという味わいではないんで、あっさりした味わいになってるんで、これ実際の店舗で食べたらもっと美味しいんでしょうね、多分ね。うん、一回食べてみたい、実店舗でね。あとこれ、こっちに書かれてるんですけども、蓋の裏側ね、見えますかね、お家でアフリ冷凍ラーメンキットというのがあるんですね。カップ麺だけじゃないということで。ああ、これ、頼んでみるのもいいかもしれませんね、お店行けないときはね。でもこれ期間まだ大丈夫です、8月31日までだから。ちょっと見てみましょうね。うん、美味しいです、これいいです。はい、ということで今回は0秒チキンラーメン、そしてカップ麺3種類ですね、食べてみました。うん、結構良かったですね。あの0秒チキンラーメン、これちょっと量が多いような気がします。半分でもいいんじゃないかなと思います。この袋丸々食べるとね、ちょっと量が多かったかなという気がします。美味しいのは美味しいです。で、カップ麺3つ、私一番良かったのはネギ塩かな、ネギ塩カルビかな。で、その次に今食べたアフリのラーメンですね、水塩ラーメンですね。はい、という感じでございます。またね、新商品出たら、買って、試してみたいなというふうに思います。てか、この動画需要あるんかな、どう今ふと思いながら、ボツにするべきかどうなのかちょっと悩んでて、今一回ちょっと出してみて、見てくれる人がいるならば、また継続してね、限定のラーメン買って食べてみたいなと思います。ということで今回はこれにて終了したいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。じゃあね。